グリーゼ892はカシオペア座にある主系列性である。HR8832 や HD219134 とも呼ばれる。太陽よりも小さくて高度が低いスペクトル型計算 V の構成であり、大々赤色に輝く。グリーゼ892は比較的太陽系に近く、距離は21.25光年と推定されている。 この構成は、裸眼で見える限界に近いし等級である。この構成は、106.6離れた位置に9.4、等級の晩星を伴っている。2015年、クリーゼ892に4つの太陽系外惑星が発見された。そのうち、クリーゼ892ビットは、地球のような岩石で構成された岩石惑星であることが確認されている。また、 クリーゼ892ビットはトランジットを起こすことが確認されていた。さらに2017年3月にはその一つ外側を交点しているクリーゼ 892c もトランジットを起こすことが確認された。質量から見て C と D は地球より大きな岩石惑星スーパーアース一番外側の E はガス惑星の可能性が高い。さらにその後の観測で新たに クリーゼ 892F、G、H の3つの惑星が発見され、惑星の総数は7個となった。これは太陽系外惑星では、ケプラー90の8個に次ぐ数であり、7個の惑星を持つ恒星は、クリーゼ892以外には、HD1180 とトラピスト -1 しかない。ちなみに、NASA エクスプラネットアーカイブでは、惑星 E のデータがなく、 太陽系外惑星エンサイクロペディアでは惑星 F は未確認の惑星として扱われている。ありがとうございます。